ちょっと楽しみにしていたキーキャップ届きました。アウキーズってブランドから発売されてるんですけど、フルメタル製のキーキャップセットです。見てこれ、なんと今回頼んだのゴールドなんですよ。まさにブリンブリン。ゴールドはゴールドなんだけど、これはサテンゴールドっていうちょっとくすんだやつ。キーはトータルで115キーなので、フルサイズキーボードにも載せられます。小さなオルトなどもあるので 65% も問題なし。 ISO エンターもサポートされています。リサイクル素材から作られたメタルなので、エコっていうのも実はポイントです。めっちゃ豪華。ステムに取り付ける部分もメタルですね。これキーは説明にはね、チェリープロファイルって書いてあったと思うんですけど、どちらかというと OEM に近いプロファイルですね。左が OEM、 真ん中がアウキーズ、右が GMK チェリーです。厚みはだいたい 1mm から 1.2mm くらいかな。思ったより薄かったですね。ですが重さは 1U で 5.8g ほど。これがどれくらい重いかと言いますと、 OEM が 1.1g、 GMK は 1g を切りますので約5倍以上の重さとなります。スペースバーに至ってはなんと 30g。 フォントはちょっと丸みを帯びた可愛い感じですね。印字はあるなしを選べますので、いらない人はなしにもできます。よく見てみると少し小さな凹凸があるっていうかね、ムラっていうか、まあ、もしかするとこれサテンゴールドの特徴なのかもしれないけど、まあ、ゴールドっぽくてこれはこれでいいと思うんだけどね。そのあたりで凹凸感じるのかなーなんて思ってたんですけど、意外にも触り心地は滑らかでスムーズ、サラサラっとしています。ウーティング 80HE にこの金ピカキーキャップを取り付けてみました。いきなりナリキンキーボードになったぞ。ただもっとオラオラしてるんじゃないかなとか想像しながら、ネタっぽいかなと思って面白がってこの色にしたんだけど、普通にマットっぽい感じもあって全然ありですね。いや私これ結構好きかもしれない、見た目はね。ただステム部分までメタルなせいか、取り付ける時に結構力が必要なキーがあります。でめっちゃ固くはまるんで、取り外す時にスイッチごと抜けちゃうかも。まあゆるゆるよりはどちらかというといいかもしれないけど、スペースバーは重すぎてもしかして沈んで戻ってこなくなるかなと思ったんですけど、ギリギリいけてそう。軽めに叩くとしっかり戻ってきますけど、強めに押し込むと戻ってくるまでにタイムラグが発生します。しばらく使ってみてますけど、私的には問題ない範疇かな。打鍵音がどのように変わるのかちょっと聞いてみてください。まずはノーマルのウーティング 80HE、 その次にメタルキーキャップのウーティング 80HE です。打鍵音に関して言うと、正直どちらがいいかといえば普通の PBT とか ABS キーキャップの方がいいかな。ただ見た目や質感の高級感はね、極まっていると思います。今回紹介したのはサテンゴールドですが、他にもかなり豊富なカラーリングが用意されています。値段はまあまあっていうか相当高くて、ゴールド系は5万円超え、安いやつでも3万円超えっていうね、キーボードが1個丸々買えちゃうクラスの価格帯となっています。これねコスメティックアイテムではありますから、興味が湧いたらぜひ見てみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。